こんにちは、っか塾の久保でございます。今回ですね、ちょっとガソリンを4月1日、2日と連続して入れてみたんですけども、まず1日にですね、えー、セルシオの方を入れてみました。セルシオはね、80リットルぐらい入るんですよ。まあですんで、かなりの、まあ、 満タンにすると後続距離があるんですけどもね。まあその分だけ一回一回のガソリン代がでかいということなんですよ。で、次の日にベルファイアの方も切れてましたんで、ベルファイアの方に入れてみました。まあご覧のようにね、2台ともちょっと雪をかぶって、申し訳なさ損してますけども、懐状態もね、風が吹きすた雪のような状態になりましたんで、それも、その意味も込みで今回動画を送らせていただきます。えっ、ー、と、4月2日にはベルファイアの方、 こちらの方がね、確かね、65リットルじゃなかったかなと思うんですけども、入るんですよ。まあ、ですんで、今回53リットル入れて、まあ、1万円弱になったかなってところですよね。で、セルシオの方は80リットル入るんで、え、本当ほとんど使っちゃったかなと、9割ぐらい抜けていた状態で入れましたんで、まあ、1万3000円を超える金額になりましたね。という形でね、あの、たい週に1回ぐらいガソリン入れるんですけども、まあ、2台で2万円超えてますよね。<laughs> すごいですよね。だから2台で2万円なんで、これがだから、月に3回から4回来ますんでね。うん、8万円ぐらい。安い時で5万円ぐらい。2台分のガソリン代です。まあでもこれね、別に、私1人で同時に2台乗ることありませんから、あのー、結局1台でもね、そのぐらいかかってましたよってことなんですけどね。まあ燃費は両方ともそんなに良くないんで。 うん、添加剤とか入れた方がいいのかなと思いますけども、今んところ入れてない状態で、セルシオは15万キロ、ベルファイアの方は10万キロちょっとかな、11万キロぐらいかな、走ってくれてますね。まだまだ車としては元気なんで、あの、消耗品とかを入れ替えながらね、えー、楽しく乗らせてもらってるんですけども、まあでもこのガソリン代っていうコストは避けらんないですよね。あのー、年に一回税金が来るんですけども、ベルファイアの方が6、7万だったかな。で、セルシオの方は、 8万か9万ぐらいだと思うんですけども、そう考えると、まあ、ガソリン代の方が全然かかるわけですよあ、もっと言えば保険代もありますからね、保険も1台につき1万数千円かかってますんで、まあ、2台で2万数千円とかじゃないですか、だから車のコストって、むちゃくちゃかかるんですけども、 でも、車に乗ってよかったなと思うのは、まあ、セルショならセルショベルファイアならベルファイア。で、まだ、ここに映ってないですけども、トランザムもあるんですけども、あの、ナイティ2000仕様のね。こちらの方はこちらで、なんか人生にその花を持たせてくれるっていうかね、いろんな彩りを与えてくれてるんですよ。まあ、ですんで、もちろん、無駄遣いばっかりじゃなくて、節約も大事なんですけども、あのー、人生短いですしね、 まあこういうふうに車に乗りたいっていう意欲がある時もそんなに長くはなくってあと意欲があってもいろんな環境がそれを許さない時も必ず来ますし今までもそうだったんで、えー、本当にねこう思い通りにできる時間って一瞬なんですよねで今うちの子供ヤマトくんがねいろんなことに興味持っておもちゃで遊んでくれてますけどもあのおもちゃの興味ってのもそんな長くは続かなくってあの、まあ、以前ねプラレール毎日のように むちゃくちゃやってたんですけども今はねアンパンマンのぬいぐるみとアンパンマンの DVD を一生懸命見てるんですよだからねプラレールなんてもう放置状態でほこりかぶってますよ20万円もかけて仕入れたんですけどもねだからこういうふうにやりたいぞって思える時にやらなければやらなかったなっていう思い出が残るだけなんですよでもやりたいぞって時に短期的にでも集中的にやるとねそれが全部思い出となって人生に花を咲かしてくれるんじゃないかなと思うんですよ まあ、翻って、今、私は、あの、昔ね、いろんな店をやっていた頃のことを思い出すんですけども、あ、それなりに一生懸命やってダメだったな、っていう気持ちで、まあ、充実はしてるんですよ、思い出が。でも、ああ、あれやってなかったな、これやってなかったな、みたいなことじゃなくて、あれもやったけども、これもやったけども、手も足も出なかったな、みたいな感じですよね。たまに、広島の風景を見るんですけども、ああ、あそこに自分の拠点が、 10年以上もあったんだなと思うと今は誰か知らない他の人のものじゃないですかあそして同時にそれはですね私の店があることによって集まってくれた人の居場所も奪ってしまったんだなっていう思いにも駆られるんですよねで今回ベルファイアンしてもセルシオにしてもこうやって画像をお見せしてますけどもセルシオ乗ることでセルシオの周りに集まってくださった方っていうのはセルシオがつないでくれた縁でありますしここには映ってませんけどもナイト2000仕様のトランザもね これがあることによって、うん、得たものってのも結構多いんですよね。で、そういったものが一つ一つ積み重なって、人生を作って、私の50歳に向かってきたんじゃないかなと思います。苦難の時期もありまして、こうやってね、雪をかぶって、誇りにかぶった時もあったんですけども、今は少し晴れ間が見えたかなと。天気も変わり目なんじゃないかなと思いながら、これからもね、占っていこうかと思うんですね。はい。まあ、ガソリン代とかね、 車の費用に関して人生まで行っちゃったなっていうところですけども、皆さんはどんなね、人生を作るで作っているでしょうかあそして、その夢はどんな乗り物に乗ってるでしょうかねはい、またお話ししていきましょう。以上です。